競り合いのところでで不安ですからねサッカーホワイト冨安が器用すぎるんで不安要素は相手強くなった時のジャカーマルティネンディあとトーマス不在の時とかまあいっぱいあるんですけど昨シーズン本当にビッセルより控え薄かったですから。 あとは坂がちょっと調子悪いかな。一番いい時に比べて。空中戦対策、とやすい左、あるでしょうね。チンチンコでもティアニーでもやっぱ、競り合いのところで不安ですからね。あの、競り合う前の駆け引きもちょっとできてないの多いから。チンチンコは左サイドバックでいいんですけど、今出てる問題点。クロス対応の時に、普通に5分の状況で競り合っちゃうところと、左サイドバックが中盤入ってきた時に、ウィンゲンの迂回経路を、 らずといっててジャカがが降りてきたたにに前に上るるのもれるみだからんかね人によってはやっぱジンチェンコがシティで覚醒した後から見たりとかアーセナー入ってくる金額でジンチェンコイコール中盤もできる超現代的な賢い器用なサイドバックっていう感じかもしれないけどジンチェンコって足元はうまいけどサッカーのは不器用な。 気持ちで戦う選手ですから、本来は。それがペップによってこう育てられて、新しいアーセナって環境が来たから、そんななんかこうラームみたいな扱いしない方がいい選手なんですよね。不器用だけど、一生懸命頭良くなろうとしてる選手なんで。ジャカ、ジンチェンコ、マルテン・エンディは不器用ですよ。瞬間的なポジションの取り方だったり、プレー選択の選び方からすると。まあね、サカが器用すぎるってのは、サカ、ホワイト、冨安が器用すぎるんで,で。器用でフィジカル的な能力が高い選手は高いんで、なかなかそういう選手集められるのはレアル・マドリーとかになりますからね。 でもジャカンはね、本当にあの今、能力的に、能力的にというか、ジャカンに新しい武器がつきそうな気配が見えてるんで、ミリンコビッチサビッチ取ってくるより、ジャカンをミリンコビッチサビッチにしようとしてる感じですよね。